つぼじり駅、つぼじり駅は、徳島県三よし池田町西山にある、四国旅客鉄道、JR 四国土産線の駅である。駅番号は D19。四国に二つしかないスイッチバック駅の一つ、もう一つは、同じ土産線新海駅である。徳島県と香川県の県境にある、井の花峠付近、標高272メートルの地点に位置し周辺には、 山林や川しかない。駅構造の関係から通過する普通列車もあり、非行駅の一つとされている。単式ホーム一面一線を有するスイッチバック式の地上駅。一面一線のため、当駅で普通列車同士が行き違う場合はいずれかが必ず通過となる。本線通過制限速度は時速 100km で、通過列車は横の本線を高速で去っていく。 下り普通列車は、引き上げ線に退避してから駅に進入する。上り普通列車は駅を出発して、引き上げ線に退避した後、その木最多駅に向かう。ワンマン運転時、運転士は、進行方向を変えることに、必ず前方となる運転台へ移動する。かつては、CSAS クロッシングポイントが設置されていたが、JR 加護の高速化改良工事により撤去され、現在の形となった。 淡池田駅管理の無人駅。駅舎の入り口に掲げられている駅名板には駅名の上に秘境の駅と書かれた張り紙が加えられている。待合室には発車時刻表、10分以上停車する列車の時刻表に加え定期列車の通過時刻表も掲示されている。通過時刻表は踏切にも掲示されている。また駅ノートや2008年5月15日に 地元の町づくり団体から寄贈された駅、寸府も町合室内に置かれていたが、2010年2月10日に紛失していることが判明。その2ヶ月後に、青森県の津軽線、中沢駅で発見された。しかしその8年後に当たる2018年8月に、再び駅スタンプがなくなっているのが見つかり、今回も盗難にあったと見られている。なおこの、町合室は、 各方向の戸が引き戸式で締めることができるので、虫の侵入を防ぐことができる。平均1日2人、2016年度、駅から徒歩で30分ほど山道を登ったところに、小屋徒歩という集落があり、開業当時は、通学客や野菜の行商に出る人などで賑わっていた。しかし、集落付近に道路が整備されたため、駅を利用する住民は、ほとんどいなくなった。 1997年6月20日放送の朝日放送 ABC テレビ制作の探偵ナイトスクープでは番組に寄せられたこの駅の乗降客数を調べてほしいという依頼で調査が行われたその際の乗降客数は24時間で一組の夫婦が駅から出かけ駅へ帰ってきた延べ4人だった鉄道ルポ漫画 鉄子の旅の作者たちが2003年9月にこの駅を訪れた際には30分くらい歩いたところに住んでいる77歳の老人と遭遇したことが描かれている。2010年6月2日に放送されたテレビ朝日系列のバラエティ番組何これ珍百景で利用者が一人しかいない駅として紹介された。その一人とは探偵。 ナイトスクープで紹介された夫婦の夫の方である。その後2014年6月4日に放送された同番組で、その男性は体調を崩し入院中のため、利用していないが、駅を見に来る他の利用者がいると紹介された。2016年9月14日に放送された、フジテレビ系列のバラエティ番組、世界のなんだこれミステリー日本の謎を大調査 SP。 消えた秘宝が徳島に眠るにおいて、当駅開業当初は1日平均20名の利用者がおり、現在は、ある意味面白い駅として、全国から利用者がいることが証言されている。1998年放送のテレビアニメ、センチメンタルジャーニーの第3話、七瀬優勢降る夜の天使にて、ストーリーの冒頭で当駅が登場したことがあり、熱心な同作品のファンの訪問。 聖地巡礼により用客が微増していた時期があった。駅前にはかつて雑貨店があったが、現在は廃屋となって放置されている。あゆくるし谷川沿いの谷に駅が位置するため、車では近づくことができず、到達手段は徒歩のみである。駅舎を出ると、東側、西側にそれぞれ山道が一本ずつあり、駅舎の南側にある踏切を東側へ渡って、 10から20分程度歩くと、国道32号に西側へ行くと指導に出る。ただし、山道にはゴミが散乱していたり倒木がある場合がある。また、高雨時や雨上がりは地面がぬかるんでおり、ごく一部を除いて柵がないためがけ下に落ちる危険性もある。季節によっては、マムシやハチが出ることもある。当駅は、近隣住民の西岸によって駅に昇格したものの、 国道三十二号より駅までの六百メートルの道は、近隣住民による手作りであることが、世界のなんだこれミステリーで、証言されている。なお、駅が立地しているのは、元は、あゆくるしだ川、シューツ川の川底だった場所である。建設に際して、敷地を確保するため水を流すトンネルを掘削して、川の流路を変えた上で川底を埋め立て、駅、当時は、 信号場が設置された。線路を通すためにトンネルで川を迂回させた場所は、当駅の前後にも一箇所ずつあり、そのうちの一つは、坪尻駅より、田度津川のトンネルを出た車窓の西側に見える。国道にある、駅入口付近の道路標識の立っている場所に、四国交通路線バス、野呂内線、坪尻バス停がある。当駅に停車する普通列車は少ないため、 橋倉駅もしくは阿波池田駅との間の移動については、時間帯によっては、バス便を利用する方が早く到達できる。つぼじり阿波池田バスターミナルまで20分程度、運賃は2017年4月現在480円。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。